リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。はい、ということで今日は F リンちゃんと R 世界のリントでお送りいたします。ということで、プレミアムバンダイからねいろいろ届いたみたいなのでそちら見ていこうかなと思います。ツイツイとスーッと、じゃあリンちゃんこっちに行きましょう。はい、まずこちらがおそらくあれですね、ライドウォッチセットですね。アナザーライドウォッチが入っているかと思います。ちょっとね他の方に比べると到着が遅かったんですけれども、そうですね、アナザーライドウォッチ、アナザーウォッチかセットですね。じゃあまずこっち開けちゃいましょう。ほっ、楽しみにしてたやつですね。まあ、5個買うと全員分作れるってやつですけど、まあ、5個も買う余裕はなかったので買ったのは1個だけです。はい、中身はこんな感じ。ライドウォッチが1つと、そのライドウォッチのカバーですねが4つついていますね。はい、こんな感じ。ほっ、箱は取っておきましょう。じゃあその前に軽く説明書見ちゃいましょうか。音がどういう形の認識に、ね、なってるのかちょっと私も確認したいです。箱がうまく入りません。入りました。よし、説明書、説明書。アナザーウォッチセット、ということで、アナザーウォッチと、アナザービルドカバーエグゼイド、フォーゼファイズウィザードっていう感じですね。結構最初の方に出てきたやつですね。カバーの取り外し方はこんな感じだよと。なるほどなるほど。はいはいはい。軸ドライバーにも対応してるんでね、ちょっと軸ドライバーと遊んでみた系の動画も出していけたらなと思います。はい、単押し遊びで変身音音声、長押しでキャラ選択音という形ですね。で軸ドライバーにやるとアナザータイムっていう感じですね。この辺は実際に時空ドライバーに挿して遊んでみたいなと思います。軽くじゃあ見ていきましょう。ほっ、絶縁シート外して、あ、これで外れる感じね。あのこれはあれだね、普通のライドウォッチと同じ仕様だね。はい、じゃあ押していきましょう。ビルドですね。なるほど。壊れた音ですね。これを入れ替えるとファイズって感じですね。ファイズだから、今エグゼイド言ってフォーゼ言ったから次は多分ウィザードになるのかな。で変身音ですね、こう体に入れた時の音が鳴るって感じですね。はいはい。でこれを長押しして、こんな感じにできると。ほうほうほう。これは実際アナザータイムを発動してみる動画をちょっと撮ろうかなと思います。軸ドライバーに挿してみてね。軸ドライバーの時に各これをはめてみて、これ結構綺麗ですね。中がクリアの板になっていて、裏が、裏というか後ろがね見えるようになって、光ってるのが見えるような形になってますね。いやー、ただ
ただねエグゼイドっぽくなってたりとか、フォーゼアナザーライダーたちがね結構すごい出来がいいのでね、はい、ファイズかっこいいですよね、アナザーファイズ。なるほどなるほど、こんな感じですね。はい、これは後ほどしっかり音声確認しながらやっていこうかなと思います。はい、そしてねもう一個がね私が一番楽しみにしていたもの、こちらですよ、ネオディケイドライバー。ネオディケイドライバーもね、まず音声確認の動画も撮ったりとかしたいなとは思うんですけど、まず開封動画だけね出しちゃおう。ほら、よっと。おお、もう見えてるね。ここに、ネオディケイドライバーの、このマゼンタが。取り出します。撮影用のテーブルがね、幾分そんな大きくないのでね、あれなんですけど。よいしょ。さあ、この辺は、さささっと開けていきましょう。おお、かっちょいい、かっちょいいね、かっちょいいじゃないですか。はい、ということでネオディケイドライバーですね、箱を全面で見たいのでちょっとカメラの位置を上げます。ほっ、はい、ということで、はい、ネオディケイドライバーのこちらが表紙ですね。もうちょっと上に上げてもいいかな、こんなもんでどうじゃろうか。はい、ネオディケイドライバー仮面ライド、平成ライダーに変身って書いてありますね。変身ベルト、デラックスネオディケイドライバー、光る、丸って書いてますね。ここにはジオのマークになってますね。ディケイドのマーク、まあ出てきてるのはジオだからしゃあないっちゃしゃあないか。ディケイドのマークではない感じですね。各ライダーズクレストが載ってます。上はこんな感じ。上は、あ、平成2期系ですね。ダブルからですね。ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼイド、ビルド、ジオですね。はい。そして、後ろ、下は、平成1期ですね。クーガー、アギト、リュウキ、ファイス、ブレイド、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ、ディケイドって感じですね。はい。で、単4電池が2本必要だよっていう感じです。裏も圧巻ですね。かっこいい。平成ライダーが全員映ってますね。全員じゃなくね、ジオウいなくない？ジオウいないかも。クーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ、ディケイト、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼイド、ビルド、ジオウいないわ。ジオウがいないわ。嘘つきましたね。ジオウだけいないですね。はい。で、横はこんな感じ。こっちも、こんな感じ。早速開けちゃいましょう。本デビューはね、しっかり上げていこうかなと思っているので、そちらの方でお楽しみにしてもらえたらなんと思います。はい。まず開封動画だけでも撮りたいので撮っちゃいます。ズズズイッと、うおー！中は、あと説明書ですね。説明書は大丈夫でしょう。ベルト止め。そして、ベルトパーツですね。そしてこれがもう本体ですね。ディケイドライバー、ディケイドライバーかっこいいね。かっこよすぎんこれ、やばいね。そしてこれがディケイドのベルトの本体ですね。はい。そしてカードという感じですね。もうカードも分厚いね、めっちゃ入ってるじゃん。これプラスチックのカードが入ってますね。はい、いろんなカード入れて遊んでみようかなとは思ってます。まあ最初はね普通に遊ぶだけの動画を上げて、その後いろんなカード挿していきたいなと思います。もう動画を撮っちゃっててまだ出してないんですけれども、仮面ライダーバトル、ガンバライドのカードいっぱいあったので、その紹介動画とかも撮ってるんで、その紹介動画もね、随時アップしていきたいと思います。絶賛編集中でございます。編集の最中に、届きました。はい。これはね、あげます。
この動画はね、すぐ多分上がっちゃってて、その後に上がっていくと思うので、ちょっと時系列逆なんですけど、お許しください。はい、こんな感じですね。で、ここにこれをガポって刺すって感じですね。ドライバー、ドライバー。ドライバー。ドライバーが近くいないね。ちょっと撮ってくるね。ドライバー。おっと、揺れてしまった。ほっ。じゃあ早速ここに単4電池を入れていきましょう。あれ、これじゃダメか。これじゃちっちゃすぎるのね。こっちじゃなきゃダメかな。あ、これでいける。さあ早速電池入れて音声鳴らしていきたいと思います。すごい楽しみだったんですね、届くのが。なので待ってました。発送通知が来てからすごい発送通知 の今どこにあるかな、今どこにあるかなっていう風に探してました。区分ね、北国なので発送通知来てから届くまで長いんですよ。でましてやね、もともと電池が中に内蔵されている系の玩具ですと、空便がダメっぽいんですよね。すると陸便で届くので遅かったりしますね。これで音鳴るかな。音大きい。おお、軽く開封だけしてとは思いましたが、ちょっとカード見ていいですか。カード見て、軽く何枚か入れて、本レビューの方で、あと CSM のディケイドライバーとかと、そうですね、見比べていきたいと思います。どうしよっかな。まあ、まずはディケイドでしょう。変身。電源入ってないね。ほっ。仮面ライド。かっこいい。やっぱりディケイドライバーは最高ですね。じゃあちょっとやってみたかったのがこのやつなので、これ入れてみましょう。いきますよ。じゃあ、あともう1枚ぐらいだけにしときましょうかね。今回は開封レビューなのでね、開封だけしてって形にしたいので。うわ、ファイナルフォームライドの、ファイナルアタックライドかのカードもかなり入ってますね。で、ファイナルフォームライドの方も入ってますね。あ、ディケイドのファイナルフォームライドも入ってるんですね。じゃあ、あともう一つは、じゃあ、どうしよっかな。悩むね、こんなにあるとね。これですね。私が最近好きなライダーですね。行きましょう。仮面ライド。かっこいいっすね。いやー、めちゃめちゃいい感じですよ。楽しいですね。はい。やっと届きましたので、こちらの方も、動画撮っていって、開封ではなくて本レビューですね、撮っていきたいと思います。ということで、今日は、ネオディケイドライバーとこちらですね、アナザーウォッチの方の開封レビューでした。ということで、以上リントでした。バイバーイバイバーイバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローはこの辺から、その他のおすすめ動画はこの辺からよろしくお願いします。ということで、リントでした。イエーイ。